フセイン・ラシード・ムハンマドア・アイコール・ティクリーティは、元イラク軍総司令部総長、イラクの軍人、陸軍大将。クルド人2003年4月9日のフセイン政権、崩壊時の役職は、イラク軍トップの地位である、イラク共和国軍総司令部総長の地位にあった。2003年に、アメリカ軍によって拘束された。2006年、 1980年代後半のアンファール作戦において参謀次長としてクルド人虐殺を指揮したとしてイラク高等法廷に人道に対する罪、ジェノサイド罪、戦争犯罪の罪で訴追される。当初、検察側はフセインラシードに被告ではなく検察側証人として出廷するなら訴追を取り消すと司法取引を持ちかけたが、 自分は無実を証明すると拒否された。フセイン・ラシードは裁判で無罪を主張し、あくまで自分は軍事作戦を指揮しただけで民間人の殺害は命令していないと主張した。2007年4月2日、検察側はフセイン・ラシードを含む被告5人に死刑を求刑し、6月24日、イラク高等法廷はフセイン・ラシードに公主による 死刑判決を下した。裁判長が判決文を読み上げる際、フセイン・ラシードは、アッラーは我々殉教者に恵みを与える。勇敢なる、イラク軍万歳、偉大なイラク万歳、偉大なバーストーとアラブ万歳、と叫んだ。高等法廷、第二審も死刑を命じた第一審判決を支持。マーリキー首相も、刑執行を認める書類に署名したが、 ジャラルタラバニ大統領とターリク・ハーシミー副大統領が、刑執行を軍人としてサッダームの命令に従ったに過ぎず、死刑は重すぎると恩赦を求めて反対したため、本来なら判決から30日以内に死刑執行が行われるはずであったが、刑の執行が延期された。2007年8月21日、1991年に、 起こったシーア派住民虐殺の容疑で、イラク高等法廷に被告として出廷し、2008年12月2日、高等法廷は、フセインラシードに終身刑の判決を下した。また、マーシュアラブ人に対する民族浄化を裁く法廷にも、被告として出廷している。ありがとうございます。